今回結構前半下の林道を走ってたんで、はい、今年それあげますんで、はい、またぜひ見ていただければ、はい、いや私の YouTube でこんな声かけていただいたの初めてだったんで、あ、本当ありがとうございました。偶然にもあれと思ってさあ、バイクに来て、あ、と思ってね。あ、よくわかりましたね。わかります、このスタイルも。あ、本当ですか。30回って言うのありがとうございますいやでもなんか あんな動画で役に立ってる人がいるって知っただけでも嬉しいです。一番良かったですね、一番良かったですね、一番良かったですね、一番良かったですね。え、本当ですか。いやそんなことないと思う。見ましたけど一番わかりやすい。え、本当ですか。いや、よくわかる。わかりやすいです。本当ですか。はい。またなんかコメントとかいただければ、はい、やり取りできますんで、はい。はい、わ、気をつけて、はい。はい。いや、楽しかったです。はい。はい。また。また YouTube。あ、ありがとうございます。頑張ってください。はい。じゃあ気をつけて。おはようございます、シュウです。今日何日だ、12日金曜日ですね。もういよいよ後半になりました。でですね、今日なんですけど、もう道北しか晴れてないんですよね。まあずっとそんな感じですけど、よって今日はですね、行きます、利尻島へ。これからですね、稚内港へ向かって、11時の船で利尻に渡ろうと思います。もう理由としてはですね、晴れてるってことが分かったんで、あとですね、今までの動画ではちょっと話さなかったんですけども、今回購入した ZV-1 もう一つ理由がありまして、星空を撮りたかったんですね。一眼レフじゃないと星空は撮れないとずっと諦めていたんですけど、 iPhone じゃもう全然撮れないんでただ ZV-1 でも F 値とか ISO シャッタースピードを変えれるんで映せるんじゃないかなということでですね、できれば星空が満天の場所で撮りたいなと思ってたので、今日それをやりたいなということもあって利尻に向かいます。イエーイ、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 立ち寄りたいと思います。ここでお守りをもらいましょう。はい、ありがとうございます。お守りいただきました。来たぜー、宗谷岬。しかしスルーだ。もう宗谷岬は寄らないぞ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。
間に合った。ちょっとマックでのんびりしすぎたな。危なかった。利尻島行き。天気もめちゃめちゃ良くなってきたし、いいんじゃない？予定通りだよ。いやー、このまたね、離島のフェリーもテンション上がるんすよね。ってことで、11時10分、まだすげえ時間じゃん。50分ぐらいありますね。じゃあ船を待ちます。です。テンション上がんだよね。初っ端からいいじゃん景色。めちゃテンション高いじゃん。本土よりもでかいよ。利尻ラーメン食べに行きます。というのが、11時から14時までしか空いてないんですよね。で、今13時15分ぐらいでしょ。で、明日11時までここにいるかっていうと分かんないんで。うわ、すごい並んでる。ここでしょ。ここでとりあえず受付をしてか。 OK。あ、500円になってる。値上がりしたんだろうね。この辺に貼りたいよね、貼るんなら。よし、
ここをキャンプ地とする。テントを設営しました。最高なロケーションです。海が目の前なんですけども、本当の狙いはですね、満天の星空を、この ZV-1 で撮影するというのが今日の最大の目的です。そして、ここで座りながらカメラをセットして、好きな音楽を聴きながらですね、満天の星空を見ながら飲むという予定でいます。また右手にはですね、今全く見えてないですけども、利尻富士が見える予定なんですよね。なので、今晩はですね、ここで星空を眺めながら、ビールを楽しもうと思ってます。夜の撮影のためのテント設営も終わりましたんで、ちょっとこの周りをくるっと回ってみましょうか。そこにテントがあって、いやー、これは贅沢だね。ちょっと夕方までには戻りたいね。まあ戻れるでしょう。60キロでしょ一周。まあ2時間ぐらいかな。うわー最高、すごいねここは。わー超気に入ったお風呂がこれだ、この建物だ。あーもうキャンプ場から歩いてこれんじゃん、最高なんだよねこれがね。あーなんかいい感じのとこ上がってくね。まあ決して林道ではないんですよね。え、これまだ上がるの？登山道？登山道なんだ。おー、林道じゃんもう。おー、でもダートじゃないから全然安心だけどね。あともうフル積載じゃないから林道で全然いいんだけど。もうすぐ着くんだけど、駐車場からやっぱちょっと歩くんだねこれね。工事中により展望台の立ち入りは禁止とします。ここで言わないでよ、下で言ってよ。いや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 、ここまで上がるとこまで上がってさ、それなくね。こっから見える風景だけ、あー出た、あー真っ白で何も見えないってやつかじゃあ上に上がっても同じだね。次はもうね、これだ、これなんだ、あ、水汲み場だ。水を汲みに行きましょう。あと150メートルだね。どこにあるんだろう。霊峰湧き水、あ、汲んでるよこれだ。とりあえず汲んどいて明日の朝のコーヒーに使いましょう。自然のろ過装置だって、マジ、うわめっちゃ冷た。だ次の場所がさ5キロ先だよいいよこのコンパクトでいいよね島は。うわーすげえ綺麗だなこの辺。ロイドいっぱいいるじゃん。あ、この下なんだ。お、いた。お、いたいた。でかっ。では次はですね、これだな、
白い恋人の丘、もうみんな大好き白い恋人のパッケージの場所だね。ちょっとここ行っても多分さ、全く利尻山見えてないと思うよ。絶対見えてねえや。もう上が見えないとかいう問題じゃないんだよね。そもそもが見えてないよね、あっち側。まあとりあえず看板だけでも見に行きますか。さあ利尻山がどれぐらい見えるでしょうか。いや正直期待はできてないんだけどね。たださあ少し見えてくれればまだいいんだけどね。ただそれ雲がのくのを待つってことができないからさ、そこまで時間があるわけじゃないから。さあどうでしょうか。全然見えねえじゃん。よくわかんねえな。全然見えない。白い恋人の丘、回転数早いわ。写真撮ったらみんなさっさといなくなるんだよね。ずっと走ってこれだ。これなんだ。あ、姫沼ってとこだね。おお、沼か。これに行きましょう。すげえ遠いかなと思ったら、これでも20キロだよ。やっぱ島の観光はいいね。早いよ。The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. 姫沼2キロ、これか。わ、結構急じゃないこれ。 14% あるじゃん。よし、これで一周したんで、じゃあミルピス行きますか。これでキャンプ場戻りましょう。着きました、ミルピス。自家製利尻手作り乳酸飲料、よく振って飲んでください。おお、飲む前に箱の中に代金を入れてからお飲みください。で、どれだ。え、なんか色が違う。多分白だろ。飲む前にお金入れたでしょ。よく振ってからお飲みください。お店で飲むのは1本350円なんだよ。
違えたよ。まあいいや。なんかね、炭酸割ったみたくなってるから、サービスだね。本当ですか？うん、炭酸みたくなってる。ありがとうございます。炭酸？うん、見たくなってる、発酵して。え、うん、乳酸菌なんだけど、乳酸飲料なんだけどね、刺激なかったんだね、ここにね。あ、そう、うん、あ、抜いといたら、いただいていいですか？はい、ありがとうございます。はい、あ、すごい美味しいじゃないですか。美味しいですよ、うん、私も飲んでみたけど、チューッとして美味しいなと思ったんだけどね、お金取られないからサービスを全部サービスしたの。ごちそうさまでした。はい、また一人寄ってください。はーい、はーい。あ、でも夕日とちょっと違う方向向いてるな。まあいっか。あれ、夕日が沈むのあっち側じゃん。なんかギリギリ見えねえな。微妙だな。そこにテント張ってるんですけど、ちょっと向きとして、海に沈む瞬間がそこからだと見えないんで、ここに移動してきました。すごい見えるね、ここで。ここでですね、焼肉を焼きながら、夕日を眺めて、こちらの GoPro でタイムラプスで夕日を撮るという形にしてます。最高じゃないこれね。えよし、じゃあちょっとセッティングしときます。2022野遊び北海道ツーリング終盤、お疲れ様です。やべ、めっちゃうまいじゃんこれ。肌がすげえかっこいいんだよな。達成感があるっていうのが山登りの楽しみ方なの？よくわかんないけど。